はい、いつもマルゲンの YouTube チャンネルご視聴していただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、今日の動画のトークテーマ。トークテーマ、いっちゃってください。いや、何しますか何しますかというところから動画がもう始まってるというところなんですけど、まあ当店あれじゃないですか、まあ、G クラス買取専門店ということで、まあ、G クラスの買取に特化したお店なんですけれども、まあ買取についてちょっと話していきましょうよ。そうですね、買取について。最近ちょっと相場の系の情報多かったので。そうですね、まあね、ちょっと最近で言うと、でも 450D のローンチエディションだったり、63のローンチエディションはまだ出てないですけどまあそのあたりって結構ね、知りたい方多いかなと思って、ちょっとそういった相場の動画は多く上げてましたよね。熱い情報だったんで、はい、まあそれもまあ必要だと思うんですけど、まあ買取っていうところで、まあ何かね、話していきたいなっていうふうにちょっと思うんで、まず買取ね、まあ改めてなんですけれども、もしカメラマン君、自分の車、売りたいと思ったら、どうします？まず、まあ、携帯だったり、まあ、パソコンで、売り先を選ぶというか、探す感じになります。ああ、売り先を探す。で、探しました。探しました。どうしますか？で、まあ、車の情報だったりを、まあ、送ったり、電話で連絡したりして、査定を。査定をする。はい、確かに。感じになりますね。はい。で、まあ、高かったところに、まあ、当然、売ろうかなっていう感じではありますね。なるほど。何社か。じゃあ、何社か。あ、そうです、そうです。で、まあ、そこで決めるっていう。なるほど。まあ、いわゆるそれが一般的な買い取りだと思います。これ普通っていうか、まあ。まあ、スタンダードだと思います。はいはいはい。で、それ以外に何か売る方法。それ以外うん。何か売る方法。まあ、売るってなったらもうそれだけやることは。やること。逆に他になんかあります？そうですよね。多分、一般的に、まあ、その買い取り、売ろうかなと思った時に、まあ、その、どっかね、まあ、当店にも、本当買い取り査定、多く問い合わせていただいているので、はい、まあ、そういう、で、少しでも高く売れるところを探そうと思って、探して、問い合わせして、で、比較して決めるっていう。まあ、それが一般的だと思います。でも、例えば、そこで出た査定額よりも、例えば、10万円でも、20万円でも、50万円でも、高く売れるとするしたら、はい、どうですか？でも当然そっちの方というか嬉しいです、ね、はい、嬉しいです、嬉しいですよね、はい、そういった方法が、まあ、実はあります。はい、あります。ただこれはなかなか一般的ではないっていうのがあるんで、まあ本当ね、カメラマン君が今言ったみたいに、まあ、買い取りね、してくれるところを探して、まあ、そこで比較して決めるっていう。まあ、一括査定とかもその一種ですよね。はい。が一般的だと思うんですけど、そうじゃない売り方も実はあって、まあ、その一般的な、その買い取りよりも、まあ、高く売れるケースが圧倒的に多いっていう。ただ、その代わり、まあ、少しデメリットもあるっていう、売り方があります。気になってきました。気になってきました。気になってきました。それはもう10万でも20万でも高く売れる方法があるんであれば。知りたいよね。はい。ついちゃいます。知りたいよね。知りたい。知りたいよね。いや、そうだと思います。まあ、ちょっと今日はそれをね、話していこうと思います。で、まずその方法っていうのが、まあ、委託販売です。委託販売。はい。簡単に言うと、もう委託販売。まあ、車以外にも委託販売ありますよね。まあ、時計であったりとかも、委託で販売する。っていう。ね、時計とかも委託販売あったりするんですけど、車にもそういう委託販売実はあるんですよ、はい、で当店もその委託販売実施しております。なぜその通常の買い取りと委託販売でその金額の差が出るのか、あ、気になりますよね。気になります。その理由あ、ちゃんとあります。はい、はい、ちゃんとあります。まず一般的なそもそも買い取りっていうのは、多くはその業者オークションの取引額をもとに査定額が決まってきます。うん、まあこれはまあ一般的な車屋さん、もうほとんどの車屋さんがそこで、それをもとに査定をつけてます。当店もそれです。はい。委託販売っていうのは、例えば車買おうと思った時って、まあ例えばカーセンサーとか見るじゃないですか。見ますね。カーセンサーとか、その販売相場ですね。それ一般小売の販売相場。うん、を元に販売価格をまず決めます。で、そこからの、まあ、売却した時の、まあ、査定額になるので、査定というか、見る相場が違うんですよ。なるほど。はい、見る相場が違うので、なので、まあ、当然、
業者オークションって、まあ、車屋さんの車仕入れる、いわゆる原価って言われる部分ですよね。うん、車屋さんが、まあ、そこで仕入れて販売するに至っても、そこの相場が、要は車の原価になる部分なので、まあ、いわゆる原価相場になっています。で、販売するまでに手加えて、まあ、あと、もろもろの諸費用、あとその販売店の、まあ、利益ですね。そういった手数料も含まれた価格が、まず、相場、販売相場になるじゃないですか。もちろんその販売手数料っていうのは、まあ、車に、価格帯によっても違いますし、まあ、その販売店によってももちろん違うので、まあ、一概にこれぐらいっていうのはないんですけど、ただまあ販売相場の方がやっぱり高いですよね。その相場をもとに、まあ、販売価格を決めて、で、まあ、その価格で売れたらいくらの買い取りっていう、そういう出し方なので出すところが違うんですよね。この委託販売の、まあ、おすすめの方って言ったらあれなんですけど、向き不向きは正直ありますよ。それモデルによって、モデルによってもですし、はい、まあ、売りたいタイミングにもよって違いますし、はい、全員が全員じゃあ委託おすすめできるかっていうと、そういうわけでもないし、っていうのはあります。おすすめできるのはどんな方？おすすめできるのはまず売却までに時間的余裕がある人、うん、やっぱすぐ売りたいっていう人じゃないの？そうですね。例えば、まあ、もう今月中に、もうどうしても車売らないといけないんだ。まあ、例えば乗り換えが、もうあって、もうその乗り換える車の代金を月内に振り込まないといけない。だからもう先に今乗ってる車を売っちゃわないといけない。っていう、そういうタイトスケジュールの方は、向いてないと思います。確かに、まあ、委託販売なので、いつ売れるかわからないですよね、はい。いつ売れるかわからないですし、まあ、当然ね、車を預かって、じゃあもうすぐ売ります。っていうわけでもないんですよ。やっぱり売るために準備しないとね、いけないので、その準備期間であったりとか、まあ、あと写真撮ったり掲載したりとか、もろもろのね、まあ、販売価格の打ち合わせ等もありますので、やっぱりその辺って時間的余裕がないと、ちょっとね、向いてないっていうとこにはなります。なので逆に言うと、時間的余裕があれば、向いてると思います。はい。じゃあ、おすすめなのは、うん、まあ、そんなに慌ててなくて、うん、売りたいっていう人だけですか？じゃないです。まだまだあります。まだいます。いろいろメリットあるんですね。あ、メリットというか、向いてる人。向いてる人は結構多くいます。はい、例えば、相場がない車であったりするじゃないですか。はい、例えば、400D のストロンガーザンタイムエディションとか。はい、その要は、業者オークションの相場が少ない車。うん、で、やっぱりどこの車屋さんも、思い切った査定額ってつけれないですよ。だって相場がないんで、もうこれぐらい伸びるだろう、じゃあこんぐらい攻めちゃえってやったら、もうね、下手すると数百万円の赤字になる可能性ってあるんで、はい、そこってリスクやっぱり負えないんですよね。なので、そういう業者オークションの相場情報が少ない車は、販売相場の方ではなんていうんですか、例えばこのね、これぐらいの金額で出してみて、まあ、反応なければ下げてっていうことで、うん、まあ、ちょっとずつこう調整はできるっていうのはあるので、はい、相場が少ない車っていうのは、まあ、逆に言うと委託に向いてるかなっていうふうに思いますね。はい、じゃあ直近で言うと、うん、これ450のローンチエディションとか向いてるんじゃないですか？ローンチエディションでももう出てますからね。ローンチエディションとかではないんですよね。はい、なんかそのね、ストロンガーザンタイムエディションであったりとか、はい、あとまあ新型はどっちかっていうともうないかな。新型はある程度もう今相場は一通りはまああるので、どっちかっていうとまあ旧型の限定車とか、はい、ね、まあなかなか入荷はないですけど、はい、まあゲレンデのカブリオモデルというか、はい、いわゆるそういうね、相場が少ない車なんですよ。っていう感じです。なので450、ローンチエディションとかは、もう今、台数は少ないですけど、もう出始めてて、もう下がってるっていうのがもう分かってるじゃないですか。うん、なので、どっちかっていうと、今は委託には僕は向いてないなって思います。買い取りで早めにオークション出しちゃった方が、絶対高く売れると思うんで、うん、なので車によってこっちがおすすめこっちがおすすめって正直あるんですよね。はい、これまで委託販売はされたことも何台もありますよ。ちなみにその買い取り査定額と、はい、うん、
あのその委託販売の中、はい、マックスどれぐらいの差がありました？ああ、マックス100は違いますね。それはあんまり相場が相場がない車でした、ね、やっぱりそうなんです。でもまあコンスタントに言うと大体50万円ぐらいはその買い取りより高く実際に売れるっていう、うん、あのうちも、当店もその委託だからといってベラボンにね、ベラボンに高い金額で載せるってことはしないんですよあのあくまで購入される方にとっても絶対にこの価格で買ったら、うん、おすすめだよっていうそこの販売価格をつけるんで、なので売りたい人だけ得があって買う人に損差しちゃうんだったらそれはうちはやってないんで、なので売りたい人にとってもいいし、うん、買いたい人にとってもいいというその絶妙な販売価格ってあるんで、確かに普通に相場より高く売ってたら売れないですからね。売れ間違いなく売れないんで、売れないですそう、なのでそこはあの一度ご相談いただいて、うん、まあ車のモデルによって、あ今だったら僕はここのこの値段がつけれますっていうので、まあ、それと査定額ね、買取査定額を見比べてもらってっていうのが大体50万円ぐらい。50万大きいっす。大きいと思いますよ。でかいっす。でかいっすよね。でかいっす。今しみじみカメラマンが言ってますけど。でかいっす。50万はでかいと思いますよ。そう、なので、ただね、ただやっぱりその時間的猶予、うん、まああの1ヶ月は最低欲しいかなと思うんで、うん、委託だったら1ヶ月以上、まあ、先の売却で、まあ、あの考えられてる方は、うん、まあ、委託の方で、売却を考えるっていうのも ありかなっていうふうに思いますね。委託販売、はい、お願いしますってなった時に、はい、車って絶対預けなきゃいけないですか？預けてください。はい、もうこれは車があるないだとその売れる確率っていうのは全然変わります。お、全然変わります。やっぱり普通に考えてください、はい、カメラマン君がね、はい、買いたい車が見つかったと、はい、あ、見に行きたい、今日見に行けますか、ないです、気持ちなえるじゃないですか。そうっす、なえるじゃないですか。例えばそこでじゃあ1週間後、うん、1週間後ならあります、1週間後気持ちどうですか、その今と同じ気持ちで。でも熱はちょっと下がってます、ね、いやだいぶ下がりますよだいぶ下がります、だいぶ下がりますだいぶ下がります行く気だったのでちょっと待つっていうのは確かに。そう、なので全然違います。車があるのないのだと売れる制約率が全然変わるので、うん、なのでもう車は基本的にもう預からせてもらいます、うん、はい、これがもう当店もね、やるからには絶対ね、そうです、やるからにはね、遊びでやってるわけじゃないですからねわかりました。委託販売 の、うん、メリットというかいいところも分かりました、はいはい、逆にデメリットは、デメリットはまあそのさっき言ったようにすぐの売却の方にはやっぱり向いてないので、うん、まあそこが一つと、あとまあそのね、最初に出した価格で当然売れるケースもありますし、うん、売れないケースっていうのもあるじゃないですか、うん、はい、で例えばですけどね、1800万円で出しました。で、1週間、2週間経っても反応がありません。もう、その1800万円では売れないんですよ、うん。どう考えても売れないんですよ。もうこれは、もうそれを1ヶ月、2ヶ月、その価格で出したとしても、99% 売れないです。過去のもう、僕の経験です。99% は売れないので、なので、もし動きがなければ、当然価格を下げていかないと、うん、いけません。まあ価格下げる以外にもアクション方法はあるんですけど、うん、なので、まあ、何がしねやらないと、うん、で売れないので、うん、そうするとまあ例えば1ヶ月ね売れ残っちゃうっていうことも全然ありえるんですよ、うん、でその場合例えば相場なので1ヶ月後相場動いてる可能性ありますよね、うん、まあいい風に考えれば、相場上がってれば、例えば、1ヶ月後、まあ、委託販売で1ヶ月経って売れなかった。じゃあもう買い取りに切り替えます。途中で切り替えるできます。それもできるですね。途中で、まあ、切り替えることはできます。急に切り替わったんでびっくりした。うん、切り替えることもそうなんです。できるんです。で、その場合、相場が上がってれば、もともとつけてた査定額より、まあ、相場、ね、業者オークションの相場が上がれば、査定額も上がるんで、うん、もうそこで売れる、売っちゃうっていうのも全然できますし、うん、でも逆を言うと相場って下がることもあるじゃないですか、うん、で下がってしまった時にじゃあもう1ヶ月経ってもう売らないといけない、うん、その時にじゃあ買い取りに切り替えますってなった時にその時の
業者オークションの相場をもとに査定になるので、うん、なので1ヶ月前に売ってればこの金額ついてたけど1ヶ月後だとここになっちゃう、あ、ちょっと下がっちゃうっていう、うん、そういうデメリットもあります。なるほど、はい、そう、なのであんまり委託販売で落ち落ちはやってられないんですよ、うん、相場なので本当にまあ、上がることって結構珍しいじゃないですか、うん、どっちかっていうと下がる方のが僕は心配なので、なのでまあこう時間をかけて売るっていう、うん、時間をかけて売っていくっていうよりももう短期勝負で早め早めにそういったまあ値段を下げたりとか、委託販売も本当にもうゆるくやるっていう感覚はないですね。まあ慌ててなくてもその販売をもうスピーディーに やらないとやっぱりいざっていう時に相場が下がっちゃって、うん、あ1ヶ月前に買い取りで売っとけばよかったなっていうことって、あ、はい、まあね、やっぱりそういう思いをしてほしくないなっていうのがあるので、うん、はい、はい、まあそんなところかな、うん、まあ一応なので通常の買い取りと、まあ、委託販売っていうのがあるんだよ、まあそっちの方のがちょっとでも高く売れる可能性あるんだよっていうところを、まあちょっとこの動画でお伝えできればなっていうふうに思うんで。うん、まあ一つ選択肢として持っておくって全然いいですね。そうですね。はい。なので、まあもしちょっと興味持っていただいた方は、お問い合わせいただければ、どっちがおすすめなのかとか、いろんなお話聞いた上で僕もご相談に乗らせてもらいたいなっていうふうに思うので、はい。まあ、お問い合わせいただければと思います。お願いします。はい。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。買取査定のご依頼は概要欄の査定フォームから、 G クラス入荷情報は YouTube コミュニティ、Instagram、Twitter にて随時お知らせしております。 G クラスグッズはオンラインショップにて発売しておりますので、ぜひチェックしてみてください。